E プラスをご覧の皆さん、せーの、ブランニューバイブでーす。来ました。来ました。私たちの時間です。はい。いらっしゃいませということでね。今日は何飲みますか。いや、そういうんだよ。画面越しに。で、あのブランニューバイブやっておりますけれども、はい、東京町田発のバンドでございましてね、ツインボーカルでやっておりますけれども、はい、まあ、せっかくなんで今日はあのメンバー一人一人のね、うん、顔と名前を覚えてもらいましょう。いいですか。お願いします。行きなさい。いいですか。うん、ドラムのマーです、うん。ギターのリョウです。キーボードのシゲです。ベースのユウです。ボーカルギターのブです。ボックスの K です。聞こえねえからボックスの K でございますけれども、こんな感じで6人ね、いつも楽しくライブしているわけなんですけれども、はい、まあ、僕たち本当ライブバンドですね、うん、あの2012年はなんと200本を超えました。ライブの200本を超えたわけですよ。あ、やばいっすね。ね、これが本当にもしねデビューしてなかったらね、うん、200本もライブしてたらね、うん、もうお母さんに怒られると思います。やりすぎよと。もうそれだけ力をつけておりますからね、ブランニューバイブね。そんな僕たちがなんと、3月の24日、うん、そして3月の30日、うん、2大ワンマンライブ決行しました。3月の24日はなんと赤坂ブリッツ、yes. そして3月の30日は名古屋ダイヤモンドホール。でっかくないですか。どっちも。どっちもでかいです。でっかいよ、うちのお父さんの足よりでっかいって言ってる。単位がわからない。あの本当にブランニューバイブのライブはもうロックありポップありそして涙ありのですね、非常に熱いライブですので、あのまあ楽しいのも大好きなんですけれども、うん、ライブはビシッと決めておりますのでね、E プラスの皆さん本当にもうインディーズの頃からお世話になっております。すいません。ありがとうございます。今回も大盛況でね、もう大成功を収められるようにブランニューバイブしっかり準備しておりますので、ぜひぜひ3月24日は赤坂ブリッツ、そして3月30日は名古屋ダイヤモンドホール、ぜひぜひお越しください。よろしくお願いします。っていう感じですよ。ねえ、楽しみですから。うん、本当に楽しみですか。楽しみですよ。楽しみです。どれぐらい楽しみなんだ、イケメンは。これぐらい。でっかい。でっかい。ちょっと僕にも聞いてください。どれぐらい楽しみですか。これぐらいかな。でも地球はこれぐらいだぞ。うわ、でかい。怖い。すごいでかいね。だから楽しみにしてるだけみたいな。まあ準備もしっかりしてるんで、はい、まあ、ぜひぜひあのブランニューバイブと一緒に汗かきましょう。お待ちしております。よろしくお願いします。お願いします。以上ブランニューバイブでございました。せーの、またねー。